今日は1月の2日からこれも2泊3日といいますか2泊2日で行ってきましたトルコについてお話したいと思います。トルコというのは日本から見るとかなり遠い国です。と言ってもアメリカの西海岸ぐらいの距離ではありますけれども、日本に対して非常に親日的な国だということが言えます。今から120年前にエルトゥールル号という、トルコの軍艦がはるばる日本まで来て明治天皇に配列したわけですけれども、その帰りに嵐にあって難破をしまして、紀伊半島の南で船が沈没をしました。乗組員の多くは亡くなったわけですが、しかしその紀伊半島にある串本町、今でいう串本町の住民の皆さんがそういった生き残った人を救出し、そして必死に助けた。そして、最終的には日本国政府が軍艦でトルコに生存者を送り届けたと、こういうことがありまして、その話はトルコでも広く知られている。合わせて、トルコというのは当時はロシアが非常に気になる存在だったわけですが、日露戦争でそのロシアに勝った東洋の国があるということで、非常に親日的な気持ちを持って今でもいてくれるわけです。EU への加盟の問題が今議論されていますけれども、トルコ自身に7000万人以上の人口を抱え、そして日本の自動車会社なども工場を作り、EU に向け輸出をしている、そういう存在です。私がそういう中で外務大臣と話をして思ったことは、やはりトルコの周りにはイラン、イラク、あるいはシリア、いった国々があるわけで、こういった国々についてのやはり歴史的あるいは人的なつながりというのは非常に深いということを改めて感じました。例えばイランの核の問題についても非常に深く議論しているなという印象を受けました。中東和平についても、パレスチナは今事実上分裂状態にありますけれども、そのいずれもとも関係を保ちながら仲介役を果たしているという、そういった印象を受けたわけです。こういった G20 のうちの一つでもありますけれども、国との関係も非常にこれから日本も重視をしていかなければいけないと、重要な存在だと改めて感じたところです。時間が少しありましたので、イスタンブールで歴史的な建造物も少し見る機会がありました。イスタンブールといえばもともとローマ帝国、そして東ローマ帝国の首都、やがてはオスマントルコ帝国の首都ということで、非常に歴史の荒波、そしてアジアと西洋のあるいは中東のその結節点にある、そういう都市としてさまざまな歴史の荒波に回りできたところです。日本の観光客の方もかなりいらっしゃいましたけれども、多くの観光客の目を引きつけるだけの歴史を感じさせる、そういう素晴らしい遺跡に取り囲まれた、そういう町だなというふうに感じたところです。今日は以上です。